そうかもしれません。あれちょっとなんかすごい人たちが今急に来ましたけど、これ出ていいの？出ていいの？出ちゃダメ、出ちゃダメ、皆さん合格おめでとうございます。知ってます？誰か。おめでとうございました。中谷さんでございますよ。え、須崎さんは出てくれるの？小道具、小道具持ちやな。どうも、これをやっております。おめでとうございます。頑張りましたね。うるさかったでしょ、審査。大変だったでしょ、ね、え、口うるさいのばっかでね。本当に全く予定にも。うわー、すいません、ありがとうございます、二人とも。あらららら、もしも、もしもお弁当とかあったら持って帰っちゃおうぜ。あー、あります、あります。でも多分どうぞどうぞ、お弁当ありますよ、はい、ただね、ちょっと今日そんな美味しくないかも。すいません、スタッフの前でそういうの言わない。ただの弁当泥棒じゃないか、お前。それで帰んのか。いや、いいっすよ、いいっすよ。今日4月27ですか。はい、27。はい、って5月に入ります。5月といえば、龍が如くといえば何ですか。知らん。分かる人。5月で龍が如くといえば何。兄さんのお誕生日。そうでございます。はい、真島五郎お誕生日ということで、その誕生日を記念したグッズを今日2つほどご用意しております。はい、これはもういいよ、持ってるけど可愛くて、サングラスとかもかけてみたいですね。あ、いいな、そうね、はい、結構割と本当にミニだね。ちょっとミニですね、結構ゴロミだな。結構でかいですよね。そうなんです、サイズ。それはちょっと何、ゴロミさんお願いします、うん、あんたたちちょっと可愛いからってね、まだまだ私のライバルにはなれないんだからね。私がナンバーワンなんだから。まだちょっとスタッフ遅いんじゃないの。ニューボトル入れてちょうだい。またねー。